ません、吉野様。ちゃんと謝りますから、そんなに怒らないでください。別に怒ってるわけじゃない。本当ですか？でも、さっきから口を閉ざしたままではないですか？それは、だって、友達と遊びに行くなんてどうすればいいの？遊びに行くなんて初めてで、すごく緊張する。心臓がドキドキしてきた。清掃とかした方がいいの？そのままの服装で大丈夫です。遊びに行くだけなんですから。でもせめて新しい服を用意した方が。そこまでする必要はありませんってば。でもせっかく誘ってもらったのに、失礼をしたら誘ってくれたハリチさんにまで迷惑をかけちゃう。考えすぎですよ。そんなに固くなる必要はありません。こういうのは自然体。気負ったりしないことが一番ですよ。それが一番難しい。本当に、どうしよう。何？いいえ、そんな風に悩む吉野様は初めてのように思えたので。面白がっていないで助けて。ですから、気負わなくていいんですよ。それじゃあお父さん、ちょっと出かけてきます。あ、行ってらっしゃい。さて、では我が輩も探索に行ってくる。すみません、村雨様、なんだかお任せしてしまって。気にするな。だいたい吉野は張り詰めすぎなのだ。いい機会だ。今日はゆっくり休め。我が輩に謝るよりも、まず年相応の思い出を作れ。それぐらいしてもいいのだぞ。それに我が輩は嬉しいのだ。ご主人が現れるまでは見ておることしかできなかったからな。我が輩でもやれることがあるというのは悪い気分ではない。まあ任せておけ。